見。An advantage. It's a different type of event. Last year, everybody was driving almost full European speed. This time, we have to drive a bit more as if it was an endurance event to look after the car in the long sections. It's completely different condition. Last year was very, very wet, and this year is completely dry. It's been last 3 months. Just sun shining, and it's very dusty. And, well, looking last year result, I think the Mitsubishi is the favorite. And well, we will try our best, but we haven't done many tests here, so. 午前9時30分、ケニア国際会議場サインツがスタート。3日間、2280キロに及ぶ過酷な戦いの幕が切って落とされた。第一レグはナイロビを南下するコース。走行距離は 584.00 キロ。コンペティティブセクションと呼ばれるタイム計測区間は4カ所で 406.10 キロ。最初のコンペティティブセクションで早くも波乱が起きる。スタートから28キロ地点でスバルのエリクソンは右リアサスのトレーリングアームに石を巻き込んでしまい、その衝撃で右のリアタイヤはサスペンションごともぎ取られてしまう。サインツにも不運が襲いかかる。彼はこの日2つ目のコンペティティブセクションで飛び出してきた動物を避けようとして溝に落ちてしまう。これで右リアタイヤがパンク。しかしすぐにタイヤ交換を済ませ走り出す。ところが今度は交換した右リアタイヤがスタッドボルトごと折れてしまう。タイヤを装着することがもはやできなくなってしまったサインツはここでリタイアとなってしまった。 Well, we hit an animal. We break one tire. We have a puncture and we stop for change the tire and probably the tire was not well tightened and then after a while we lost all the nuts of one of the wheel. But I mean, that is...For me, it's stupid to have this regulation. We said before the rally, you know, you come here for 2 weeks, spend a fortune, and just because you are not allowed to have the service in by the helicopter, like the helicopter is flying up there, the cost is there, and I mean that is not good for the spectacular and not good for anybody. And I think, I hope finally the FIA understand what is rallying and what we are doing.序盤から波乱の展開となった今年のサファリで、まずラリーリーダーとなったのは地元ケニア出身のダンカン。しかし彼の競り化は続くコンペティティブセクションでショックが抜けてしまい大きくタイムロス。そのダンカンに代わってトップに浮上したのは昨年初出場でサファリに勝った三菱のマキネン。しかしそのマキネンも3つ目のコンペティティブセクションでパンクに見舞われ大きくタイムをロスしてしまう。
今回三菱はセカンドドライバーにリチャード・バーンズを起用。彼のマシンはマキネンのランサーと全く同じものであるが、ヨーロッパでの販売戦略のためカリスマ GT という名前でのエントリーとなった。エリクソンの失格で早くも1台となってしまったスバル。エースであるマクレは序盤パンクに悩まされていたが、この日3つ目のコンペティティブセクションで初めてトップタイムをマークし、2位までポジションをアップする。そのマクレを抑えてトップに立ったのはサファリ初出場のシュワルツ。距離が長く平均速度の高いサファリではタイヤの内圧が上がりすぎてしまうため、使えないとされていたムースタイヤをシュワルツはあえて使用する。ところがこの作戦が功を奏し、彼は第一レグ一度もパンクせずに走り切ってしまうのである。ケニアのモイ大統領の息子であるトロイ・ティッチは第一レグ最終のコンペティティブセクションで6位まで浮上する。グループ N での優勝を狙う地元の英雄パトリック・ジルは昨年に続きインプレッサスポーツワゴンで出場。しかし3つ目のコンペティティブセクションで早々とリタイアしてしまう。We just came in like that and then all of a sudden the next thing the car just goes boom. I mean we just say Sharia Mungu. Sharia Mungu, is there a literal English translation of that? Well, this is all what God has planned for us.第一レグはシュワルツがトップのまま終了。 Quite a good day. I mean, we didn't have any problems today. The car was working very, very well. Apart from one shock absorber, everything was perfect. 第一レグを終了してトップはシュワルツ、2位は2分36秒差でバーンズ、3位にマクレー、マキネンは4位、6位はトロイティッチ、7位にサファリの常連ストール、9位のヘリアがグループ N のトップ。第2レグはナイロビを北上、高原地帯とサバンナが主戦場。走行距離は 1181.90 キロ、コンペティティブセクションは5カ所で 555.10 キロ。この日は土ぼこりを配慮し、スタート間隔が3分から5分に引き延ばされた。第1レグではほとんど問題のなかったシュワルツだが、第2レグに入りさまざまなトラブルが発生する。最初のコンペティティブセクションでリアのショックが壊れてしまう。さらに3つ目のコンペティティブセクションではアクセルケーブルが切れ、彼はナビゲーターのジローデに靴紐をほどくよう指示を与える。さらにシュワルツはその靴紐をつなぐよう指示を出す。彼は靴紐をアクセルケーブルにつなぎ、それを左手で操作しながらなんとかこのコンペティティブセクションを走り切る。シュワルツはこれで1時間以上タイムをロスし、優勝争いからは大きく後退してしまう。Well, probably it helps that I have been a mechanic, but immediately when the throttle went to the floor, I know immediately what to do. I mean, it didn't take me long to know what to do. 第一レグ4位のマキネンは、この日の最初のコンペティティブセクションで3本のタイヤが一遍にパンクする不運に見舞われる。なんとか走り切ろうとするが、ギアデフが壊れてしまい、リタイアに追い込まれてしまう。埃の影響を減らそうとしてマクレはタイムコントロールに故意に2分遅れて入り、20秒のペナルティを受ける。これで埃の影響が少なくなったマクレは最初のコンペティティブセクションで2位を3分以上引き離すトップタイムをマーク。シュワルツの後退もありトップに浮上する。
一方2位のバーンズはこの日度重なるパンクでタイムが上がらず苦戦を強いられる。この日3つ目のコンペティティブセクションではタイヤ交換に手間取り大きくタイムをロス。ダンカンに2位の座を明け渡してしまう。わずか5人のメカニックで優勝争いに加わる地元の英雄ダンカン。第1レグでショックを全て使い果たしてしまったため苦戦が予想されたが、スウェーデンから新品のショックが届いたため事なきを得る。この日最初のコンペティティブセクションから4連続でトップタイムを叩き出したマクレー。しかし最終のコンペティティブセクションではショックが壊れ大きくタイムをロスしてしまう。この日中盤パンクが原因で3位に後退したバーンズだが、最終のコンペティティブセクションではトップタイムをマークし再び2位に返り咲く。I think the lead's probably about 6 minutes now, so 6 minutes in Safari is probably 6 seconds in any other event. So it's not an awful lot. We still need to be very careful. 第2レグが終了して、1位はマクレー、2位は6分34秒差でバーンズ、3位はダンカン、シュワルツは4位。6位にドール、8位のヘリアがグループ N のトップ、三菱のマキネンはリタイア。最終の第3レグは、第1レグと同じコースを使用。走行距離は 584.05 キロ。コンペティティブセクションは4カ所で 406.10 キロ。この日も快晴。気温は28度。なんとかマクレーを捉えたいバーンズはこの日最初のコンペティティブセクションでアタック。彼はクラッチに問題を抱えながらもトップタイムをマーク。これでマクレーとの差は4分38秒にまで縮まる。3位のダンカンもバーンズ同様最後の追い上げを図る。しかし彼は最初のコンペティティブセクションで動物に衝突。続くコンペティティブセクションではディアのストラットマウントが壊れ、マクレーとのタイム差はほとんど縮まらない。この日2つ目のコンペティティブセクションでマクレーのマシンはオルタネーターがストップしてしまう。Thank you.
ブ以降は様々なトラブルに見舞われながらも、メカニック時代の経験を生かし生き残ったシュワルツは4位。今年で9回目のサファリ出場となったトロイ・ティッチは自己最高の5位でフィニッシュする。マクレを捉えようと全開でアタックを続けてきたバーンズは4つ目のコンペティティブセクションでジャンプの着地に失敗し、マシンを強打してしまう。これが原因でエンジンパワーが突然低下するトラブルが発生してしまい、万事休す。最後までアタックを続けるダンカン。電気系のトラブルが解消したマクレはマシンをいたわりながらも最終のコンペティティブセクションでトップタイムをマークする。トップのままナイロビに戻ってきたマクレをメカニックたちは拍手で迎える。彼らにとってもマクレーにとっても待ちに待った瞬間であった。Yeah, very good. It's a very special rally, and a rally that you need to drive completely different than a normal European event. And I think it's maybe Subaru's 19th time, but for Pro Drive Subaru, it's only the second time. So that makes it even more special. When did you know that you would make it? Really, not until the end. Anything can happen here in Safari. The roads were, the last stage was so rough as the rest of them were. And you just need to be very careful all the way to the end.第3戦サファリラリー、優勝はスバルのマクレー、2位は三菱のバーンズ、3位にトヨタのダンカン、フォードのシュワルツは4位、8位にオーストリア人のストール、9位のヘリアーがグループ N のウィナーとなった。